日本東京都墨田区京島京島は東京都墨田区の町名。住居表示実施済み。現行行政地名は京島1丁目から京島3丁目。郵便番号は131-0046。キラキラ、立花商店街京島は墨田区の地理的中央部に位置する。墨田区役所の東北東約1 8トルにあたる。北東で、八広、南東で。 文へ、南で、押し上げ、北西で、東向島と隣接する。長域の北東辺を明治通り、北西辺を引船川通り、南東辺を十軒橋通り、南辺を鉄道路線の東部亀戸線と接する。また、地区中部を、八広中央通りが、西部を、京成電鉄の鉄道路線が、南北に重走する。関東大震災び、第二次世界大戦時に、 東京に集中した空襲の被害が少なかったことや地域住民らの取り組みもあって、特に京島2丁目から京島3丁目付近には、大正時代からの昭和初期の長屋などが現存されており、古い家屋と町工場が混在している、東京下町の古くからの街並みが色濃く残っている地域としても知られている。一方で、狭い路地による車の通行の問題や、 大規模地震などの災害時の対策も課題となっている。その対策の一環として、現在、京島一丁目では、京成押上線連続立体交差工事及び、京成引船駅前地区市街地再開発事業が行われている。この事業によって車道が拡張され、車の通行の問題は解消されることとなる。なお、東京都都市整備局による2018年の評価では、 都内の市街化、区域5177町丁目の中で、京島2丁目、京島3丁目は、地震に対する建物倒壊危険度がそれぞれワースト、1ワースト2に上げられている。しかし、現時点では、京島2丁目、京島3丁目には、再開発事業の予定は、立っていない。住宅地の地下は、2017年の工事地下によれば、 京島2の19の16の地点で30万7千円平方メートルとなっている。東京の京都向島の島を合わせた名前から京島。1965年9、寺島町4丁目、9、東町西1丁目、9、東町西4丁目の合併により成立。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地区内には、墨田区引船文化センター前、明治通り、立花の通り、中井堀の停留所がある。以下の路線があり、東京都交通局の都営バス南千住営業所により運行されている。ありがとうございます。